U2-1 は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の潜水艦。U2-09、ポーラ海軍交渉で建造。1915年3月27日発注。1915年中頃起港。1916年8月15日浸水。1917年1月の潜水試験中に深く潜りすぎたため損傷し。 その後7ヶ月以上修理に要した。U21 は8月15日にフーゴフォンザイファーティッツ大員の指揮下収益した。31歳のザイファーティッツは潜水艦艦長を務めるのは初めてであった。収益から10日後、U21 は無事42メートルまで潜水に成功した。しかし、9月に先行試験を行った際海底に接触して艦首がくぼみ。 修理が必要となった。9月29日、ザイハーティッツは U2-1 をブリユニの潜水艦基地からコトルへ向かわせた。コトルには10月1日に到着した。10月4日に U2-1 はアルバニア沿岸への紹介に出発したが、10月中旬にはコトルに戻った。10月15日、U-21 はコトルから出撃し、 初めての地中海への展開を開始した。U21 はイオニア海へ向かおうとしたが、司令塔のハッチで漏水が発生し、修理不可能であったため祈祷を余儀なくされた。10月18日にコトルに戻った U-21 はブーラへ向かい、そこには10月24日に着いた。そこで U-21 は修理を受けた。修理中にザイハーティッツは潜水艦。 U47 に移った。1918年3月24日、ローベルト・デュリアル大尉が U21 の艦長に任命された。26歳のデュリアルは1917年に潜水艦 U10 の艦長を4ヶ月間務めていた。U21 は6月1日にプーラからコトルへ向け出発したが、途中ジャイロコンパス修理のためにラブ島とノービグラドに立ち寄った。 7月16日、アルバニア沿岸での紹介中、ディーゼルエンジンのピストンが破損したため、U2-1 はジェニビッチへ向かった。7月25日、U2-1 はプーラへと栄光された。そして戦争終了まで、そこに止まった。U2-1 は賠償艦としてイタリアに引き渡され、1920年に解体された。他の同系艦同様、 U21 の戦果は皆無イムであった。ありがとうございます。